パルミーロ・トリアッティは、イタリア共産党の指導者であり、構造改革の提唱者として知られる。イタリア王国の副首相、イタリア共和国の法務大臣を歴任した。パルタイネームとして、エルコリがある。ジェノバの下級管理の過程に生まれる。その後、旧非正として、イタリア有数の大学である、トリノ大学に進学した。在学中に、アントニオ・グラム氏と進行を結ぶ。 第一次世界大戦前、イタリア社会党に入党。戦後1919年に、トリノでアントニオ・ブラム氏の L ・オルディネル王母氏のグループの一員となる。1921年に、イタリア共産党に参加し、1922年の第二回党大会で、中央委員に選出される。1926年に、 グラム氏がベニート・ムッソリーニのファシスト政権によって投獄された後、イタリア共産党の最高指導者となった。しかし後の後、ムッソリーニ政権下でフランス、スペイン、ソビエト連邦などを放浪し、1934年にソ連に亡命を余儀なくされるものの、ヨシフ・スターリンによる粛清下で生き延びた。また1936年から1939年にかけて、 コミンテルン代表としてスペイン内戦に関与した。イタリアが第二次世界大戦に参戦した後はソ連を通じてパルチザンへの支援を行う。そのためもありトリアッティはスターリンのイタリア人と呼ばれた。イタリアが連合国軍に降伏し、ムッソリーニがドイツの支援の下でイタリア北部に成立したイタリア社会共和国のもに去った百四十四年にイタリアへ戻り、 イタリア王国のピエトロ・バドリオ政権でトリアッティは副首相に招かれ、その指導のもと、イタリア共産党を、いわゆる、サレルノの転換へ導く。この政策転換は、第二次世界大戦後のイタリアの改革を、議会制民主主義的手段により支援し、社会主義社会を実現するために、暴力革命を引き起こすことを否定する、議会制民主主義国であるアメリカやイギリスなどの、 連合国軍占領下のイタリアにおける合法政党への現実的戦略に基づいた転換であった。これは1945年4月のイタリア社会共和国崩壊とドイツ軍の降伏後の占領下における共産主義者の影響下にあったパルチザンの武装解除につながっただけでなく、後のキリスト教民主主義やイタリア社会等と連立政権の樹立や その後のイタリア共産党の勢力拡大につながる。しかし実際は、連合軍が治安維持を兼ねて、パルチザンやレジュスタンスを野ばしにしており、連合軍が撤収した後の町で、アースイ政府の支持者に報復的な虐殺を繰り広げており、特に反政府運動で最大規模を誇る共産主義勢力は、トリアッティの指導下にあり、アースイ関係者への無差別テロを繰り広げていた。 またトリアッティは、ムッソリーニが逮捕される以前に自分が、ムッソリーニの処刑を命令していたと主張した。トリアッティは1945年4月26日に、彼らの処刑を決定するために必要な条件は、彼ら本人であることの確認だけだとのメッセージを、無線電信で送ることで、ムッソリーニ処刑の命令を下していたと述べた。トリアッティはさらに、イタリア王国の副首相及び、 イタリア共産党の書記長として、処刑の命令を下したと主張した。後に、イタリア王国首相、岩野エボノーミは、トリアッティの命令が政府としての権限や承認を得た、ものであったことを否定した。1945年12月に成立した、連立政権の首相には、キリスト教民主主義のアルチーデデガスペリが就任し、トリアッティは副首相と法務大臣につきこれを支えた。 その後イギリスやアメリカなどの連合国軍の占領下でパルティザンの武装解除を進めるとともにトリアッティの指導のもとで元パルティザンの共産党への組織化やイタリア労働総同盟の結成を通じた共産党勢力の拡大を行ったアルチーデデガスペリイタリア共産党大会にてトリアッチ氏のアフトバースの工場このような状況下で1946年6月に 行われた総選挙でイタリア共産党は初めての議席を確保するとともに第三党の地位を獲得しさらに同時に行われた王政維持か共和政以降かを決める国民投票では共和政以降が54%を占める結果となりイタリアにおける王政が廃止されることになるなど大きな追い風を受けることになったしかしイタリア共産党はアメリカの主導で行われた マーシャルプランによる財政及び経済支援に対して明確な反対を行ったほか、東西冷戦が明確化する中でイタリアへの左傾化を嫌ったアメリカやイギリスの圧力を受けた結果、1947年5月に連立政権から去ることになった。翌年4月に行われた総選挙ではイタリア社会党と民主人民戦線を組んだ上にソ連からの資金援助を得たものの、 イタリアの左傾化を憂慮するアメリカからの支援を受けた、キリスト教民主主義による、大々的なネガティブキャンペーンを受け、中道勢力からの支持を失った結果議席はほぼ、半減し、民主人民戦線は、かろうじて第二党の位置を確保するにとどまった。なおトリアッティは、総選挙後の1948年7月14日に、議事堂から出てきたところをテロリストに襲われ、 三発の銃弾を浴び渋滞に陥るも一命を取り留めた。その後イタリア共産党が連立政権入りすることはなかったものの、トリアッティの下で元パルティザンをはじめとする古参党員に支持されている位置より、より政策を右に移動させることとなり、最終的に社会民主主義政党である左翼民主主義者への転換と、 中流層を中心とした中道左派による支持の拡大に結びつき、その後1950年代から1980年代にかけてイタリア共産党はイタリア有数の大都市のボローニャやことフィレンツェをはじめとする多くの地方自治体を運営し大きな影響力を行使した。また、トリアッティの下でヨーロッパで最大の統治しない共産党になったイタリア共産党は 第二次世界大戦後に西ヨーロッパ各国で成立した共産党に影響を与え、そこから生まれた現実的な政策を押し出した共産主義の潮流は1970年代になってエンリコベルリンゲルに引き継がれユールコミニズムと呼ばれて多くの支持を得てイタリア共産党の勢力拡大につながった。1964年にニキータ・フルシチョフ失脚後のソ連を訪問した際に、 保養地のヤルタで休暇中に脳内出血で急死した。ロシア中部の自動車の町、トリアッチは彼の支援でフィアットとの合弁企業アフトバースが成立した場所で死後の1968年にソ連政府がトリアッティの功績を記念して解明した。日本語版の著作集として合同出版からトリアッティ先週全3巻大月書店の国民文庫に平和論集、 婦人問題行は、統一戦線の諸問題、青木文庫に、アントニオグラム氏、コミンテルンシロンがある。ありがとうございます。